こんにちは、ちびやかぽんです。皆様、大変長らくお待たせいたしました。7万人記念プレゼント企画の当選者発表をさせていただきます。皆様からたくさん応募をいただきまして、私からね、ささやかなプレゼントということで、抽選で7名様にプレゼントをさせていただくんですけども、私が想像していたより、はるかに上を行く応募件数となり、えー、驚きと感謝でいっぱいでございます。 たくさんの応募をいただきまして、えー、約800人もの応募をいただきました、えー、応募してくださった皆様本当にありがとうございます <noise> そして温かいメッセージ たくさんいただけて胸いっぱいになるぐらいもう本当に嬉しかったですありがとうございますメッセージの方ですね一つ一つ丁寧にあの読ませていただきました本当に本当にありがとうございますしっかり絞らせていただきました本当に迷いに迷って絞るのも大変でした <laughs> 抽選の方法なんですけどもあのくじ引きとかルーレットとか決め方はいろいろあったんですが あの応募の内容でちょっと不足している方も何名様かねいらっしゃったりしたのでまあいろいろありましたので今回は800名様の方からいただいたメッセージの中で気になった方を選ぶという形にさせていただきました前置きは長くなりましたが、えー、それでは当選者発表です、えー、まずピスタチオ希望の方から参ります1人目 シャケさんです。おめでとうございます。二人目、チャキちゃん、チャキちゃんでいいのかなチャキちゃんさんの二名様です。おめでとうございます。次へ参ります。えー、次、ストロベリー希望の方ですね。えー、ストロベリーが一番人気でございました。では、参ります。一人目、ハルさん。おめでとうございます。二人目、コーヒー牛乳さん。 おめでとうございます。え、三人目。あの、読み方間違えてたらごめんなさい。前、里みさんまでいいのかな <laughs> の三名様でございます。おめでとうございます。はい。では、最後の、これですね。チョコレート。チョコレート希望の方。一人目。メンゴロウさん。おめでとうございます。二人目。 これも読み方がちょっと間違えてたらごめんなさい。紅林正幸美様で合ってるかなです。おめでとうございます。の2名様ですね。えー、当選された方は後ほど今日中にあのメールを送らせていただきますので、それに返信の方よろしくお願いいたします。今回当選外れちゃったよっていう方も、 あの、また機会があったらこういったね、あの、プレゼント企画やりたいなって思っておりますので、その時はぜひ。はい。ということで、7万人記念のプレゼント企画当選者発表の動画でした。最後までご視聴ありがとうございました。次は8万人目指すぞー。<laughs> はい、これからもぜひぜひよろしくお願いいたします。本当にありがとうございました じゃあねー。